標高およそ400メートル、三原市大和町灰原地区です。献上米を今日から頑張るということで、皆さんにお集まりいただきました。今年広島県から米を献上するのは集落法人ハピネスです。地元の人たちが見守る中、合わせて50アールの建国殿に田植え機でコシヒカリの苗を植えていきました。資材も高騰して、状況が非常に厳しくなっていると。こういう環境の中で美味しい米作りをしていますので、そういうところもですね、一つご評価をいただければというふうに思います。新嘗祭は神々に収穫を感謝する宮中行事で、全国各地の農家が米や粟を献上します。広島県では毎年、県集落法人連絡協議会の推薦を受けた集落法人が担当します。ハピネスが作るコシヒカリは9月上旬頃に刈り取られ、皇居に献上されます。